皆さんこんにちは、こんばんは、ザマスナオトです。今回は新特急食天地雷鳴士が実装されましたということで高速レベリングしていきます。でメタルキングコインと、あとはメタルキングの宝の地図と、最後にメタルの祠をやっていきます。で1匹目を討伐しました。で一気にレベル20まで上がりました。気持ちいいね。最初はすぐレベル上がるんで、やっぱ普通のモンスター倒してちゃこんなレベルは一気に上がらないので、相当気持ちいいね。でまあ自分は今日時点でメタキンのコイン6枚かな持っていたので、それ全部ぶっ破して、あとはそうですね、宝の地図のメタルキングは、残り多分2、3枚あんのかな。であれは取って地図をクリアして削除しないと新しいメタルキングの地図っていうのを入手できないんで、で自分は今日1枚宝の地図のメタルキングを全部消化したんで、なのでまた違うメタルキングの宝の地図を受け取ることができるんで、それもね受け取って天地全キャラ天地雷鳴士に使いたいと思ってます。ほんと早いね、メタルキングのコイン使うと。もう300万経験値なんで、もうほんと気持ちいい。これ1000万、まあ1000万やりすぎか、まあ600万とかでもいいような気がするんだけどな。まあでも多分またね上位互換、まあこれよりも上位のメタルのモンスターって出てくると思うんで、まあそうするとねまた経験値は美味しくなるんで、どんどんねレベリングが大変になっていくんですよね、結局1レベルあたりの、なかなか上がって なかなか上がんなくなっていくんで、それがねまあ大変なんですけど、まあその分ね、まあこういうメタルキングコインの配布とかが増えたりそういうのがあるんで、まあねそこはなんとかやっていけるんじゃないかなって思ってます。あとはまあ初心者の方でもね応援キャンペーンとかがあるので、まあ基本職や上級職のレベリングっていうのはかなりねしやすい環境になってるので、まあ今からね始める方でも全然レベリングできると思うんで、まあやろうと思ってる方はすぐやった方がいいと思ってます。でこれはメタルキングの宝の地ですね。もう宝、メタルキングの宝の地図ももうすごいことになってっからね。今メタルキングのボスがいるのとプラスでメタルキングがもう一匹とかいるんで、もう、今の環境は本当レベル上げてくださいっていう環境に運営さんがしてくれてる感じですね。で最後にメタルの祠やっていきます。でレベル37ですね。37まで結局上がりました。でこれでとどめですね。でここではレベルが、ここでレベル上がらないと。で今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。